見張りの一人も立たせてねえのかよ。清流会に勝ち込みかけようなんてバカはこの町にいねえんだよ。はめやがったな。清流会はこれまで一度も他の組織に足を踏み入れられたことはねえ。合図なしに門の中に入ったらシャッターが落ちて駆除する決まりになってる。たとえそれが重要な客であろうとな。だけど会長はいるんだろう、この上によ。いたところで会えねえよ。お前らに会あたりは鍵がかかってて行き止まりだ。こいつで抑えるぞ。冴えてるじゃねえか、この野郎。開けろ。どうすんだ、こっちはもう限界だぞ。どこか他に逃げ場は。あっ、くそ。おい、あいつらいねえぞ。鍵閉まってんのにどうやって先に。さっさと鍵開けろ。追いかけるぞ。都合のいい言葉並べて任侠道語ってんじゃねえよ、このチンピラが。待ちなさい。お親父。戸塚の兄弟、これは一体何の騒ぎだ。うちの島で揉め事がありまして、それで。鉄砲玉に見えなくもないが、極道かお前ら。俺たちは鉄砲玉じゃありません。会長に頼み事があってきました。頼み事？そこにいる戸塚って組員のしのぎについてです。日だまりの城のことか。ちょっとお時間いただけますか。お前らが鉄砲玉でないという証拠は。確認してください。丸腰です。どうした。こいつ兵隊の知れない札を持っています。ああ、それね、俺も全く身に覚えがないんすよ。誰かが勝手に俺のポケットに入れてて。どうしますか。気にするな、おもちゃの札だ。タコ糸で縛んなくていいのか。あれがあるとないとじゃ痛みが大違いだ。えらく詳しいじゃねえか、高部の頭。そりゃ昔日本も詰めさせられたんだ、あんたによ。さっさと道具持ってこい。ヤクザ家業なんてのは人様から疎まれて当然だが、俺なりに中国のマフィアや韓国のコミジュルから町の住人を守るため体張ってきたつもりだ。俺はこの町の歴史はよく知りませんが、清流会さんの力で均衡が保たれているのだと思ってました。最近はそのバランスも崩れてきてる。どこの勢力でも下っ端が親に隠れてこそこそとしのぎ上がる。一部じゃホームレスからシャバ台を巻き上げるようなクズもいると聞く。ああ、それ本当の話っすよ。ハンピン・リューマンの下っ端です。そうか。
でもまさかうちの戸塚までも俺に内緒でしのぎを広げていたとはな。教えてくれてありがとうよ。会長は介護施設のことを一切ご存じなかったんですか。バカ言うな。戸塚が理事を務めていることくらいはもちろん知ってる。なんせあの介護施設は30年くらい前にうちの組が買い取った施設だ。本当なら老朽化で取り壊す予定だったんだが、どうしてもこの町の文化を残したくてな。そこで戸塚を理事に据えて介護施設を始めるように提案したのは俺だ。ただこの戸塚があそこの最上階で別のビジネスをやってたのは初耳だった。 あのしのぎはまだ模索の途中でした。手はずが整った俺には必ず会長の耳に入れようと。あんなもんしのぎでもビジネスでもねえ。会長、あのビジネスは間違ってる。お願いします。あそこにいる年寄りたちを解放してやってください。カスがとか言ったな。はい。お前少しばかり勘違いしとりゃせんか。え、さっきお前に礼を言ったのは戸塚が隠していたしのぎを教えてくれたからだ。ただ誰がしのぎの内容に意見しろと言った。でもあんなしのぎ単なる人殺しだ。金が生まれるところに不幸はつきものだ。そして不幸が生じるときには必ず誰かが幸せになっている。それはしのぎをする上ではある程度仕方のないことだ。会長、ちょっと待ってくださいよ。そんなら何したって許されちまうだろう。戸塚、お前が最上階でやっていたしのぎは一体何だ。エクセレントコースは楽にあの世に旅立たせてやるためのサービス、安楽死ビジネスです。安楽死？嘘つくんじゃねえ。俺はこの耳で聞いたんだ。車椅子のばあさんが恐怖で泣き叫ぶの。安楽死の定義は苦痛を与えずに死に至らせることだ。ばあさんだって死ぬ瞬間は穏やかに言った。それにな、安楽死は本人が望む場合もあれば家族が望む場合もある。じゃあなのあの親父さんは。あの女だってそうさ。親父を始末して欲しかったんだ。まさか。何がまさかだ。俺と直接会ってあの女は了承したんだからな。そんな。いい社会勉強になったな。さてじゃあ俺はさっさとけじめつけちまうか。どうすか。はい。指など落とさんでいい。会長、お前のビジネスの全てを俺は認めたと言った覚えはねえ。だがな。おい高部。へい。ああ、こいつ連れて行け。え、二度とうちの敷居をまたげないようにしつけしてやれ。会長、会長！春日よ、任侠というのは正しいか正しくないかだけでは測れんものだ。我々はメンツで生きてる。仇に土足で上がられては青龍会のメンツが型なしだ。
今日は勇敢なことをしたなどと決して思うな。お前らは今日この私と青龍会をコケにしたのだ。そのことを肝に銘じて明日から生きろ。久々にヒリヒリしました。俺は嬉しいですよ、会長。何がだ。18年も無所に入って出てきたら、俺が目指してたはずの極道は世の中が消えてた。でもあんたは違う。いい意味でも悪い意味でも、俺が知ってる昔の極道だ。お前やっぱり同じ世界の人間だったか。お前みたいな男を育ててくれた極道ってのはどんな奴なんだろうな。俺の親父だった人ですか。組の名前を勝手に使ってヘマこいた見ず知らずのガキの責任取って、てめえの指を落とすような、そんな人でした。ん？よし帰るか。待て、一つ教えろ。お前の親父とは誰だ。元東城会系荒川組組長、荒川真澄です。荒川、ま、その親父につい最近撃たれちまったんですけどね。まあ嫌われちまったのかな。でもまだ俺にとって最高の男は荒川のおやっさんなんです。荒川か、覚えておこう。さてととりあえずソープに帰るか。え、ああそうだね。まあ菜の葉が安楽死を了承してたってのがショックなんだろうがな。でもそりゃ人には人の事情ってのがあるんじゃねえのか。お前らちょっと待て。高部さん、え、なんすか。菜の葉って女に日だまりの城へ来るように連絡した。お前らも来い。なんで俺らが。いいから来い。向田菜の葉さんでいらっしゃいますね。はい。電話でお話しさせていただきました。総支配人をしております高部と申します。あの戸塚さんは急用で対応できなくなってしまいましたので、私の方からご連絡差し上げました。そうなんですか。実は急なお話で申し訳ないのですが、当施設の閉鎖が決定いたしました。
閉鎖？はい。つきましてはご入居されているお父様をお預かりすることができなくなりまして、大変申し訳ないのですがご退去いただきたく考えております。え、でも手術の日は今日ですよね。はい。でも決定は変えられないのでそこはご理解を。だって手術しなきゃお父さん死んじゃう。は？ちょっと待った。今何て言った？手術しないとお父さんが死んじゃう。あの、一応確認させてほしいんですが、前回戸塚と会った時お金渡されてましたよね。あの時彼とはどういう会話を？え、あの時は。なんとか200万だけ用意しました。でもやっぱり心配なんです。まさか辞めたいというのですか？お父さんに楽になってほしいと言ったのはあなたですよ。今さらお金が惜しくなったとか。いえ、お父さんが苦しんでいるなら手術はお願いします。でもそんなに難しい手術なんでしょうか？そうですね、やっぱり内容が内容だけに難しい部分もありますよ。わかるでしょう。でも完璧にやりますので。はい。でも父も手術は初めてなんで。え？初めてね。そんな冗談言えるくらいなら大丈夫ですね。はい。この子何も知らなかった。そうみたいだな。手術ってお父さんを助ける手術だって思ってたのか。危ねえとこだったな。なのはさん、手術のお話なんですが必要なくなったと聞いています。え、手術前に再度検査をしたところ問題は改善されていたとのことで。よかったですね。本当に？ええ。つきましてはこちらをお返しさせていただきます。今回の閉鎖は当施設の一方的な事情ですので、施設利用者の方々にはご返金対応をする方針となりました。そうなんですか。でも退去はいつまでに？ああ、それならご心配なく。先ほど申し上げた通り当施設の一方的な事情でのお願いですので、次の施設が見つかるまでは無料でご利用いただいて結構です。本当に？なかなか粋なことするね。会長からのご指示だ。さすがだな。でもよかったよ。あの子は脅迫されてたって言ってたの誰だっけ？そりゃお前間違えることだってあんだろ。刑事の推理も当てにならないね。まあいいじゃねえか。その勘違いがあったからこそ彼女も親父さんも救われたんだ。じゃああとは任せた。おう、了解。それ、しまった方がいいぜ。あ、そうですね。そんだけ手元にありゃ、今の仕事は変えてもいいんじゃねえか。俺ら、あんたがいない間に乙姫ランドで雇われたもんだ。親父さんの面倒を見るためにあそこで働いてたんだろ、あんた。店長には俺らから言っとくよ。あんたはもう店には来ないって。もち、
未払いの給料はちゃんと振り込ませとく。本当にいいんですか？いいって。早く親父さんとこ行ってやんな。そっちにあんたの代わりはいねえんだから。ありがとう。今の笑顔、ちょっと店のナンバーワンってのが分かる気がしたよ。よし、じゃあ俺らも帰って店長に報告だ。
用件は新しい資格にチャレンジできるようになりましたよ。すみません、受験にこちらの資格でよろしいですか。頑張ってくださいね。やめんな。逃げるなら今のうちだ。俺の番だな。勝たせてやるよ。行くぜ。ほら来いよ。どうするかね。でかいね。やってやる。おいおい、死ぬかい。やだな。ほら、やめんな。あっ、あー、しんど。お前バンマコーラよ。とっておき応急手当てだ。やってみろ。ほら、来い。回復。よし、行くぞ。チェイビエンだ。誰がいいか。決めた。デリバリーよろしく。即死と副上司のみはサービススタートね。ウィキーネイダリーネフィニッシュネイ。またのご利用お待ちしております。ザコ、ほら来いよ。俺の番か。くらえ。
してみろ。かかってきて。調子悪う。俺の番だな。どうするかね。よし。
かってんのよ。ほら来いよ。怖いの？え？ほら来いよ。これで俺の番ね。なめんなよ。見たかってんの。直してやるからな。ほら来いよ。なんとかしねえとな。ほら来いよ。かかってこい。やってやるぞ。怖いの？え？回復だ。なめんなよ。ほら。行くぞ。ほら、来いよ。俺の番だな。見せてやるよ。怖いの？逃げるなら今のうちだぞ。どうしようかね。してみろ。とっておき応急手当てだ。よし、ほら調子が戻ったぜ。俺の番か。ほら来いよ。お疲れ様です、店長。いろいろあったんですが、とりあえずは。あのずぶとい野々宮が首を吊るとはな。まったくだ。あの立地なら今すぐ町金で5000万借りてでも欲しかったのによ。本当にバカなやつだぜ。金のなる木を持ったまま天国に行っちまうなんてよ。葬式だってのにどいつもこいつも金の話ばかりだな。仕方ねえよ。みんな喉から手が出るほどソープの営業権が欲しいんだ。営業権なんて役所に届けりゃいいんじゃねえのか。もう引き取った後、我々が店に戻った時、すでに店長は
野々宮さんは首をくくって自殺を。あのね、さっきから聞いてりゃ真面目だとか繊細だとか勝手なこと言ってるけど、あの店長は一流のクズよ。自分で死ぬわけないでしょ。なのはさん、パニクってるのもわかるけど、この場でそんなこと言うもんじゃ。だから違うんだってば。まったくもう。違うって何が。私の名前はね、サエコ。Oh.